皆さんこんにちは、プロダンサーの長谷です。ダンス踊ってますか？さあ、プロダンサーの方にこう指導法のヒントを聞こうっていうこの対談形式のインタビュー形式の、ヒント動画ですが、第2回目マナさん先生お呼びしてます。お願いします。お願いします。こう学校現場で先生方がやはり指導法に苦労されてるかなと、あとはまあ学校現場だけではなくてもダンススクールでちょっとこう指導者始めたばっかりですとかいう方にこうヒントになればいいなと思いまして、この動画をお送りしております。マナ先生はこう10年ぐらい指導されてて、はい、数々のキッズダンサーコンテストで受賞させているという実績十分の方でございますので、皆様のヒントになるような、ダンスの指導法をちょっとお聞きしたいなと思います。第2回目は結構学校現場でも先生方からこう質問が多いんですけども、曲の選び方をこうどうしたらいいんだろう、どういう曲を使えばいいんだろう、どういう曲でやればあの生徒たちがこう乗ってやってくれるんだろうというところを結構質問いただくんですよね。でそこをちょっとお聞きしたいなと思います。こう初心者のこうダンサーの子たちにこうスクールで指導する場合に曲選びでこう気をつけてる部分とかポイントとかありますか？はい、まず基本的には私は J-POP、うん、邦楽を選ぶようにしています。特に今流行りのやつ。そうですね、リズムが一定なものを選びたいので、うんうんうん、私は YOASOBI とかをよく使っています。 YOASOBI、夜にかけるだったりとか、はいはいはい、三原色、はい、あるんですね。だったりとか、私はちょっと疎いもんで、はい、はいはい、若い子なら、はい、キッズダンサーなら例えば小学生、中学生なら結構知ってるよと、はい、なるほど。みんなが知っててくれる曲を使いたいなと思うので、うん、たまにiTunes の、うん、日本の J-POP トップ100みたいなところから、はいはい、たくさん流して、うん、反応が良かったものとかを使ったりもしています。あ、こう順番に流すのっていいかもしれないですね、はい、そっかトップ10とかトップ20とかだったら、まあ、先生方が曲どんな曲選ぶのがいいかなっていうのをちょっと分かんなくても、はい、あ、そっか、順番に流して、はい、で第1回で言ったようなこうリズム遊びみたいなじゃんけんゲームみたいなのとか、まあ、講習動画でやった遊びみたいなのをちょっとやってみると、はい、なるほど、まあ、曲が分かんなくてもねヒントになるかもしれませんね、はい、ここはまあほら学校で先生方も、経費ちょっと出していただいてそこはね買っていただいてこう流してみるとかね。なるほど。で曲の例えばその一定なリズムっていうのはこうどれぐらいのスピードがいいですかね、最初は。そうですね、早すぎず、うん、でもあまりにも遅いと、うんうん、テンションも上がらなかったりするので、これぐらいですか。だけど上手だって結構早いから。そうですね。タタ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 タぐらいか。はい。なるほど。なかなか遅くない、本当に BPM 音の速さで言うと100いくかいかないかぐらいのものを、で早すぎても難しいので BPM ってちょっとあるんですよ、その基準がね、はい、音の速さって、まあ疾走感みたいなところですかね。そうですね、その YOASOBI とかそうですもんね、はい、うんうんうん、疾走感とかこうテンション上がる感じ、はい、ちょっと暗い曲じゃなくて、そうですね、明るい曲を選ぶのと、うんうんうん、あとはスクールだったりするとだいたい週に1回、うんうん、決まった曜日でレッスンをしたりするんですが、うんうん、曲をあまり変えすぎないようにしています。この曲で例えばリズムの練習をしたなとか、うん、この曲でアイソレーションの練習をしたなとか、うんうん、なんかこう思い出してお家で練習できるような、うん、でまた次の週来たら、あ、この曲かかったからリズムの練習だとか、うんうんうん、なんかこう思い出してもらえるように曲を変えすぎないようにしています。こうリズムの練習、リズムを自分が取ったっていうことと、はい、曲のこう体と頭に記憶にも残ると、はい、なるほど。だからあれですね、例えば学校現場だったら例えば10コマ授業があったら必ず最初の10分をやるとかいうふうにすれば練習をなるほど。みんなでこう踊ってみようって、リズム取ってみようっていうコーナーを作るみたいな、はい、でそこでまた先生方も一緒にやってもらえれば、
いいなという感じです、はい、やっぱりリズム、最初にやっぱりリズムが大事なんで、リズムを取る遊びだったり、まあ、まあそこも間違えても恥ずかしくないように間違えてもいいんだって感じでリズム遊びやってもらえれば、で次のこう先生方から質問を言うのが、こう作品をじゃあ作ります授業で、チーム、まあ、チームなり全員なりでこう振り付けを作りますと、そうなった時のこう曲選びっていうのはどういう感じがいいですかね。はい、その振り付けというところに行くと、うん、こう練習のできる一定のリズムっていうよりはもう少しその音ハメっていうような、うん、あの遊びができるような、ちょっと音楽自体にもこう展開があるような、うん、抑揚があるようなものを選ぶようにしています。音ハメっていう、こうキーワード出ましたけど、こうダンス用語というか、こうドーンダッタダーっていう音があったら、こうそこに合わせるように、まあ何でもいいんですけど、こう動きつけてみるとか、うん、なるほどなるほど、やっぱちょっと癖のある曲というか、そうですね、癖というか、うん、ちょっとこう展開のある展開、起承転結みたいな、そうですね、うん、なるほど、そういう曲を使った方が、まあ振りは作りやすいですよね。作りやすいと思います。そっから、まあ言ったらサビだったらサビから作ろうと、はい、なるほど、インパクト残るサビだったらそこのサビの部分からまあちょっといろんな動き入れてみようかとか、それもちょっと遊びでできますもんね。そうですね、なるほど、はい、こう振り付けも一種の遊びみたいな感じでできると、はい、こうアイデアも湧いてくるというか、はい、なるほど、こう曲選び結構難しいところあるんですけど、まあちょっとヒントになったかなと思います。こう遊べるような曲、最初のあれですよね、こう導入は遊べるような曲がいいと、はい、あ、一定か、一定のリズム、一定のリズムで、できるような曲がいいで、振り付けするときはちょっとこう遊びのある曲、ちょっと癖のある曲を選んでもらったらいいかなと思います。最初のね、あれはいいですね、トップ30、 J-POP、はいはいはい、トップ30をこう順番に流して反応を見るっていう。そうですね、だいたいランキングに上位は BTS だったりとか、うんうんうん、なるほど、あの韓国系の子供たちが、うんうん、私これ好きってなれば、うん、なんかこうこれで踊れるんだって喜んでくれる子たちもやっぱりいるので、うんうん、その振り付けはやらないにしても、うん、やっぱりテンションの上がり方は違うかなって思います、うん、まあ、いろいろ流してみて、こう先ほど言ったこう練習が釣り練習する曲はその中で選んでみても、いや、こうアンケートを取ってもいいですしね、はい、あの生徒にね、これどの曲が良かったっていうのがあってもいいってことですね、はい、なるほど、これヒントになったでしょうか。第2回目は、こう指導法で皆さん結構悩まれる曲選びについて、真野先生にお聞きしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。第3回でお会いしましょう。ありがとうございます。